ニューヨークのユニオンスクエアにあるバンクオブアメリカの ATM の前で説教を行うビリー・ボクシ。ビル・タレムはアメリカ合衆国出身のオランダ系アメリカ人、社会活動家、カルバン主義者。ビリー・ボクシという名で知られており、現在はチャーチ・オブ・ライフ・アフター・ショッピングという協会を主催する。ボクシは自称である。1950年5月25日にミネソタ州で生まれ、 1990年代後半にサンフランシスコからニューヨークに引っ越した。サンフランシスコに住んでいた頃に、路上説教者とテレビ伝道の要素を混ぜ合わせたビリー牧師というキャラクターを作り上げ、サンフランシスコ各地のシアターで公演を行った。その後、ニューヨークにおいて買い物止めろ協会を設立し、スターバックスやウォルマートやディズニーランドといった、 巨大資本の経営する店の内外でゴスペルを歌いながら、不買運動を呼びかけるパフォーマンスをするようになった。なお、教会の名前は後に、チャーチオブライフアフターショッピングに改称された。こうした活動は、2002年に、レバレンドビリーザ・チャーチオブストップ、ショッピングというドキュメンタリー映画で紹介された。また、2005年に公開された、ショートドキュメンタリー映画、 プリーチャーウィズアンアンノーンゴッドにおいても紹介された。ウォルマートンの前で抗議活動に参加するビリー・ボクシ2007年にモーガン・スパー・ロックがプロデュースしたドキュメンタリー映画ホワット・ウッド・ヤスバイが公開され、クリスマスの日までにバスで全米を横断し、全米各地のスーパーマーケットやショッピングモールで活動を行う様が紹介された。なお、この映画のタイトルのロゴは、 ディズニーと同じ時代で書かれている。ありがとうございます。